日のテーマは身近な鏡です。金属のアルミをコーティングしたシートとたらいで鏡を作ってきました。アルミは光をよく反射するのでたらいにピンと貼るとこのように鏡になります。さらに面白いことができます。たらいの底に穴が開いていて、この穴から空気を抜きシートをへこませると凹面鏡になるんです。鏡の起源は水に自分を映す水鏡から始まり、その後黒曜石など石を磨いた鏡が生まれ、続いて金属を使った金属鏡が生まれます。こちらに金属を用意しました。これには細かい凹凸があるため顔を写してもはっきりとは映りません。そこで研磨剤を使って表面を磨きます。これで鏡になりました。映る場合と映らない場合では何が違うのでしょうか。その違いを、凹凸がある角材を金属、ボールを光だとして解説しましょう。凹凸が大きい面にボールをぶつけるとまっすぐ跳ね返ってきません。ボールは予想できないバラバラの方向に飛んでいきます。これが光の乱反射です。乱反射すると鏡のように像を結びません。では凹凸の小さな角材に変えてボールをぶつけます。まっすぐ同じ方向に返ってきました。これが鏡の状態です。つまり金属の表面の凹凸をとても小さくすれば綺麗に光を反射して鏡になるんです。その後ガラスに銀メッキをした鏡が発明されます。これが身近に使っている現代の鏡。最近は銀メッキ以外にもアルミでメッキした鏡も使われているんですよ。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。